ダストチャンネルのダストです本日紹介するのは、これだドンソフビヒーロー、騎士竜戦隊、リュウソウジャーだイエーイ,イ,エーイこちらは2019年の3月17日からスタートする、騎士竜戦隊、リュウソウジャーの食願ソフビになります。特撮系のソフビヒーローシリーズは毎回発売されるんですけど、今回はどのように仕上がっているのか楽しみですね。では早速見ていきましょうパッケージの正面はこんな感じ。 ソフビヒーロー、騎士竜戦隊、竜装ジャー。新ヒーロー登場、竜装クール。いつも通り、中のキャラクターの全身が見えるようになっています。ここには竜装ジャーのロゴ。これは竜装ジャーのマークかなここに今回のラインナップが載っています。今回のラインナップは全5種。竜装レッド、竜装ブルー、竜装ピンク、竜装グリーン、そして竜装ブラックになります。ちなみに今回箱のアソートは、1箱10個入りで、各2個ずつ入っていました。 ここには注意書きが載っています。他のキャラクターのものもパッケージは一緒になります。これが竜装ブルー、竜層ピンク、竜層グリーン、そして竜層ブラックになります。では早速中出してみましょう。せーの、じゃららららららん。おー、かっこいいはい、中出してみました。中にはそれぞれのキャラクターが1体、そしてラムネが1個ずつ入っていました。ではそれぞれアップで見ていきましょう。 まず始めは好奇心の強いウが変身する流酸レッド。ティラノサウルスの力を持つヒーローですね。一周回すとこんな感じになります。前面のアップ。勇ましい顔つきですね。下にスライドさせていくとこんな感じ。背面。成型色はレッドで、ところどころ塗装がされています。 塗装省略を見ていくと、まずは首。本来スーツデザインが上まで伸びているんですけど、ここは省略されていますね。あとは左右のホルダー。ここと、ここですね。流装チェンジャーも省略されています。後ろ半分からは丸々省略されています。まあ、これぐらいの塗装省略であれば全然いいんじゃないでしょうか。続いて大きさ比較。比較するのは、RKF のジオー。 ジオとと比べると一回り小さいですね。横から見るとこんな感じ可動範囲は腰が一周あとは腕が一周します続いて努力家のメルトが変身する流酸ブルートリケラトプスの力を持つヒーローです成型色はブルー一周回すとこんな感じ全面のアップ知的な顔をしていますね 下にスライドさせていくと、こんな感じ。背面のアップ。こんな感じです。続いて、力持ちのアツナが変身する、ソ層ピンク。アンキロサウルスの力を持つヒーローです。成型色はピンクですね。一周回すと、こんな感じになります。前面のアップ。かっこかわいい感じの顔をしていますね。下にスライドさせていくと、 こんな感じ。背面。こんな感じですね。続いて、才能溢れる青年のトアが変身する、流層グリーン。タイガーサウルスの力を持つヒーローです。成型色はグリーン。一周回すと、こんな感じです。全面のアップ。若々しい活発な印象を受けます。下にスライドさせていくと、 こんな感じ。後ろ側。こんな感じですね。そして最後がこちら。とにかく強いバンバンが変身する流層ブラック。ニードルサウルスの力を持つヒーローです。成型色はブラックですね。正面のアップ。力強い顔をしています。スライドさせていくと、こんな感じ。後ろ側。こんな感じですね。 5人一気に並べるとこんな感じ。おお、迫力がありますね。<noise> ということで本日は、ソフビヒーローの騎士竜戦隊、竜ソジャーを紹介しました。もともと色使いが少なめの戦隊ヒーローなので、塗装省略されている部分が少なくて、かなり劇中再現度が高いと思います。ちびっこだけじゃなくて、大人も満足度の高いクオリティになっているんじゃないでしょうか。もう少しで本編がスタートしますけど、この5人がどのように活躍するのか、今から楽しみですね。あと2週間。 首を長くして待ちましょう。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。